そのザイオン、まあ、自信がないわけではないと思うんですけど、どうしてもハイボール処理ってね、判断のところだったり、あの、また、自分が行くっていうのと、周りにクリアっていうのか、キーパーっていうのかとか、で、その、キーパーの場合にパンチングにするのか、キャッチングにするのか、キャッチの仕方も胸でやるのか、上で止めるのかとかさ、細かい判断をさ、瞬時にやんなきゃいけないんですよ。それがね、ちょっと苦手そうなんで、身体能力的には高いからスーパーセーブしたりとか、キックも両足で携帯するんだけど。 これはクラブでの、ね、進化も問われるところで、うん、どうしてもそこが不安なポイントですね。やっぱドイツ、スペインに勝ったときは権田が、ね、覚醒したっていうのは大きいから。いや落下地点予測を劇的に伸ばすっていうのはなかなか難しいから、キーパーのコーチのせいにはできないと僕は思ってますよね現時点の考え方だと。前々回のワールドカップのグループステージの川島選手みたいな何してもうまくいかないみたいなのです。何してもうまくいかなあーあのキーパーパの あれね、壁の下通されたりだって飛ぶなっつって言ったのにあれ選手たち飛んだらしいからねまあでもそのぐらいの感じわかるよね正直だからねキャッチングしようとしてまあ綾瀬のとこがあなっちゃって結構一番ね難しいところがあるからね次の相手がどこが次いらんですかありがとうございます教えてもらってそういやもう次もね決勝まではなもう優勝してほしいけど決勝まではってほしいからな行かないといけないと思うしねあとはもう本当に守備だね2トップの後ろ開けすぎ問題 これがイランとか上手かったらやられるからね。バーレーンだから助かったっていうだけなんで。でワールドカップと違ってゴンダみたいなキーパーはいないって捉えた方が。まあ、ザイオンもね、普通に至近距離のシュートは止めまくったりあるだろうけど、やっぱり普通にやっぱ日本分析してきたら高いボールどんどんでかいやつに入れて、富安とは板倉弾き返すかもしれないけど、それでもね、何回かに1回はザイオンのところで連携ミスとか起きるしね。 コーナーキックだとより一層危ないから、からあのザイオンの周りに飛び出せないようにしたりとか、いや声かけだけじゃないね、判断の、その声かけって何で声出るかっていうと、声出そうと思うからじゃんで。声って何出すかっていうとさ、わーとかばーとかさ、適当にさ、1文字出すわけじゃないじゃん。こうでこうでこうだからっていうのを、一番短い文字で、クリアー、キーパーとか、そうそうそう、ね、どけとかずれろとか、クロス入ってくるときにさ、大外フリーになってるから、サイドバック戻れるまでいいああの、サイドハーフ戻れるまで言うかもしれないし、聞こえる状況だったら。 認知してそっから言語化するのが大事なんて認知して判断して実行まで、うん、で、それを自分の体を動かしながらやんないといけないからもう総合力なんですよね板倉リスキーなビルドアップするなこの時間にやんないでほしいビルドアップむっちゃしますねでもこれ一つ理由があってやっぱキーパー戻すの怖いところやっちゃうってありますよね普通に戻して前にボーンって蹴ればいいんだけど板倉の今のうまいって捉えるかまあでも普通そうか今の森田と,と前線ミスっちゃったから受け手がうまいんだけどねあれ そうだからやっぱりあの、その時のイメージってありますよね、同じようなパスを柴崎が出したとき、みんな、そこ無理してつけんなってみんな言ってましたからね。追いつかなきゃいけない時間帯とか、前線の選手がひょこって顔出して、めちゃくちゃいいタイミングで出してるのはそうだけど、ただ一応、板倉のこと、擁護というか、一応、こうしちゃう理由も言うと、まあ、ザイオンへの信頼感っていうのはありますよね、あのプレーとしては、ハイボール処理とビルドアップの足元で全然違うんだけど、そこってまあ感覚じゃん、それって。 この選手に出して大丈夫かななみたいな縦パス入れていいタイミングと入れちゃいけないタイミングの違いは、まあ、あの受け手にビジョンがあるかっすねそこで少ないタッチ数2タッチアンダーでやれるプレーっていうのがしっかりあるかどうかそこで潰されないっていう保障があるかとあとそれをやっていい状況だってこれさあと8分あったわけですよさっき縦パスした時その状況であの縦パスで失ってカウンターで3人になるとそしたら1点差ってさチャンピオンズリーグの決勝とかでバイエルン・ユナイテッドとかで アディショナル3分しかなかったのにコーナーから2点入れられて追いつかれて逆転されて負けてるんですよ。みたいなのがことが起きるサッカーだからゲーム殺さなきゃいけない時間帯なのよこれって。でその時に無理に縦パスをつける必要ないしそれがめちゃくちゃ相手んならまだしもうちょっと若干リスキー目っていう。でもそれを選んじゃう理由はザイオンへの信頼感っていうのも一つあるんで,でそれを前の配信で柴崎だとみんな僕に乗っかって攻めるというかうん良くないっすよねって感じなのにこれだと相手ぐらいうまいなってされちゃうのはやっぱり。 縦パスつければいさっきのイタクなところはそうキーパーに戻してのキックだったりとか、まあ、普通にあの相手の,あのサイドバック裏蹴ってそこからコーナーで時間稼ぐとかいろいろなやり方、まあ、普通に考えたらキーパーに戻したところから相手が来るんだったらすぐ長いの蹴って相手来ないんだったらそこで時間作って体勢整えてなんですけどただからそれをね後ろにやってなんかミス起きそうしかもそれがめっちゃ信頼できるキーパーならいいけど今日のザイオンだと何かが起きそうでで前に。 なんとなく長いボール蹴りたくないからあの縦パス選んだっていうだからそういうちゃんと擁護的な意見も含めてあの判断の危なさを喋りましたアく君ザイオンが次のワールドカップまですることレオさんらにも教えてほしいですいやもうハイボール処理ですねやっぱどの試合見ても僕は中村康介好きなんですよねハイボール処理を徹底的に鍛えるしかないと思いますねうわ、ん、ー引っかかったやべえ。これ倒さないでほしい倒さないでほしいおわーナイスザイオンそうもうこれね今もう一 1>, 1失点覚悟しましたね。最悪1失点しても退場になってなかったら勝てるから、これ、相手に当たっ、あたオフになったってことね。相手が待っててくれた位置が良かったですね。さあ、ザイオン、頼んだおお、まさかの <laughs> 苦手なんだよな、ハイボール処理。もう迷ったから、もう迷ったんだな、パンチングって感じだけど。キャッチしてほしいとこだな。うわ、危ねえ<笑>,笑ってちゃダメなんだけど <laughs>。苦手だな。 ハイボール処理苦手で両足でビルドアップさばけて時々スーパーセーブするってほんと、オナナななんだよな。で、ユナイテッドに狙われてってもおナななんだよ。いやー、これはもうね、だから日本相手にはハイボールってなるんだよな。落下地点予測とかハイボール処理ってめちゃくちゃ才能の部分ありますからね。うおー、ナイスセーブおおうわ、マジか <laughs> してくれーちょっとすいませんあの <laughs> 椅子が納豆でしたねちょっと最初のいいセーブだったのになその後なここなここはキャッチいったんだよなそしたらいやでもこれこれあや綾瀬が決めたってことだからこれオフだよね綾瀬これねこれオフサイドだよ綾瀬はうん最終ラインよりこっちいたもんねこっちはパンチいいじゃんこっちはキャッチしちゃったよんで今のオフサイドになんないんだ綾瀬ねラインより超えてたじゃんね いやその前のセーブは良かったんだよ頼む何とかしてくれ守備の修正はこの感じだとされてないからねえザイオンのセーブ率最下位っていうデータが出るらしいねデータだけをそれはね止めてくれたらいいけど止めれないシュートもあるからねだからこのシュートはこれ止めれてよねみたいなそういうそういう人出てきてほしいよねキーパーのさ解説とかそういうのさしっかりなんかこう起きてることをさあそうそうだから検察はいるんだけど弁護士が少ないんだよね なんか本当あのセルジオさんとかさ、あの影響力使ってさ、それは厳しく言う時もさ、それは商売としてやってるのはわかるけど、あの感じで、この選手のここは良かった、だけどこの選手のここは悪い、だから説得力つくと思うんだよ、セルジオ1号っていうエンタメにしかなってないから、だからトゥーリオさんとかそうじゃん、これのここが良くてっていうのを同じぐらいの圧で言って、届かせないと、言ってるんだろうけど、そっちが弱いっていうか、その力使って弁護してあげてよっていう選手、めっちゃ多いよね。 レオさんほど影響力ああるる人ががししっかりりののことを擁護てくれるのはありがたいですそう言っていただけるとありがたいですけどねそうだからいいことを言い悪いことを割わてはっきり言うからそれが世間に届くじゃんあこの人全部褒める人じゃないんだ全部けなす人じゃないんだみたいなその,あのけなすビジネスかなんかふわーっと褒めてあのメディアに迎合するかみたいなさいやそうじゃないだろみたいなそれはありますよね そそうそう批判の方がバズりやすいんだけどでもねバズりやすいんだけど批判ばっかりがバズるわけじゃないじゃんだって僕の切り抜きとか今は回ってんの事前の分析で当ててたみたいなやつとかあとは普通にこの選手がいいとかいう話とかじゃんそうだからあの,、まあ、楽なの逃げすぎなんすよそうだからもうそれはもう視聴者のみんながそれを気づいてそういうコンテンツをどこに時間使うか選んでくれるみたいなしてくれるとすごい嬉しいですけどね僕はだってもうわざわざもうね信用ない人のやつは開かないから。 そうだから切り抜きのねチャンネルの人たちにもスタッフ通して伝えてもらったのはそのバズるところをバズりたいだろうし数字を稼ぎたいのは分かるとそれはだって俺もたくさんの人見てもらった方がいいし切り抜きの人もたくさんの人見てもらった方が、まあ、俺を応援してくれてる気持ちもあるだろうしあのお金も稼げるからねなんだけど 言ってないことを言ってるみたいなサムネにしたりそういうタイトルにしたりすると一時,一時的な数字は稼げるけど継続的につ「餃子フ,フットボール」ってコンテンツが成長しないからそれはちゃんと運命共同体だと思ってやってもらわないとっていう言ってることを言ってなくしたり言ってないことを言ってるようにしたりとかそこの印象操作で数増やさなくてもしっかりさ誠実になおかつ本質をつくっていう誠実にこびていくんじゃなくて誠実に本質をつくと 結果、きつい言い方になったりとか、真実ほど人をえぐるっていうのはあるんだけど、それこそが数字になるし、そういうのをみんな求めてるから、そこはちょっと理解してもらうっていう、そうだから、切り抜きって最初はね、勝手にやってるみたいなイメージだったけど、今って、基本、大元ボスがいて、そこからこうね、工場として出荷されてる、ちゃんとね、業務委託みたいになってるから、そこは別になんていうのかな、持ち上げろとか思わないけど、しっかりやってこうねみたいな、だからその感じで、うちはそういうふうに運営してますけどね。 そういうふういなんかこう手前の批判に逃げる人たちとしっかり本質見た上での批判を見る人が分けてくれたら最高だけどそこに求めきれないからこっち側が質上げるしかないっていう風に思ってますけどね私レオ・ザ・フットボールが監督を務めるシュアボ東京では毎週水曜金曜19時間の練習でセレクションを開催しております場所は都内近郊シュアボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか 多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから JD が輩出を目指す僕らとしては、ステップアップも大関係です。概要欄の URL らのご応募お待ちしております。